こんばんは。青春通りの五十嵐です。今回はタイトルにもあるように、面接ってどんな感じかをお話しします。うちは以前の動画でお話ししたように、めっちゃ稼げるよって誘ってくれたお友達の紹介で、マスターの連絡先を聞いて面接に行きました。当日、最寄り駅で待ち合わせして、お店まで案内もらいました。一通り、街並みをちょっと見て回って、で、お店の待機室でお給料や お仕事内容を説明してもらって、特に皆さんイメージしてるかもしれないようなセクハラ講習や全裸を見られたりなど、何事もなく、普通に終わります。これだけだと動画的に全然面白くないから、うちが過去に長く在籍してた関西では有名な大手宅配系のお店の面接内容のお話をしようと思います。宅配系のお店はドライバーさんが家の近くまで迎えに来てくれることがほとんどだから、迎えに来てもらってから事務所まで行って待合室に通され面接用紙に記載してで面接官の方が来るのを待つって感じです。ここでよくあるイメージやったら怖いおじさんとか系の人が来たりするイメージやと思うけど、うちのこと面接してくれた方はまあまあホスト系でもっとホストって感じの、チャラそうな感じの、そのグループのとあるお店の代表さんでした。硬くなくて、すごくこんな慣れしてるような、ゆるい感じの面接で、この人が代表なんて思って、おしゃれないいスーツで着て思ってた印象と違いましたね。で、面接用紙書き終わって、で、元ホストみたいな代表さんが戻ってきて面接開始です。経験ありますか?とか、一日いくら稼ぎたいですか?とか、ありきたりなことを聞かれてから、一段落したら突然体チェックするので、パンツだけになってくださいって言われて、めっちゃびっくりしました。なんで?って思って、やっぱこういうのあるんやなって思ったけど、恥ずかしいなっていう気持ちもあったけど、断れる空気でもないから、その場で脱いで、で、面接官の前で一回転して、はい、OK です、みたいな感じであっさり終わりました。で、また驚いたのが、面接用紙に、の色をピンク、ベージュ、黒ってあって、で、丸をする欄があって、で、ああ、ここに色を確かめて丸するためかって確信したわけです。後々、なんでパンイチに刺さられたか説明されましたが、スタイルはもちろんやけど、タトゥーとか傷がないかを確認するためっていうのが一番の目的だそうです。タトゥーや傷がないって嘘つかれて、お客様の元に行ってからクレームが来たなんてことが、ないようにだそうです。他の宅配系のお店では一切裸見られるなんてことはなかったんやけど、このグループでは当たり前に行われているみたいです。でもそれだけでセクハラ講習などは一切なくて、ほんまにパンイチにされて、で静かな部屋で二人っきりで裸で一回転させられてる、まあ、うちは変な気分でした。で、プレイ内容の説明は、マニュアルっていうか、Q&A みたいなパンフレットがあって、それを見ながら、一から説明されるって感じでした。身だしなみのことも、厳しく決まりがあって、ショーパン禁止、スカートかワンピースのみ、髪の毛も、プリンは禁止、パンストを必ず履くことなどの決まりと、不的価値を大事にしないと、うんぬんとか、長いこと記載があって、心構え的なこと。まあ、例えば、
待機室で寝るの禁止とか、お客様の前でネガティブな発言をしない、他の女の子の 悪口とかを言わないこと、そういうことが長いこと書かれてるマニュアルがあったのをすごく覚えてます。経験者はそんなに長いこと説明はなかったので、うちはこの時2店舗目やったからそんなに長くは説明されなかったです。最後に出戻り禁止っていうのをめっちゃ念押しされて、他のお店に行ってから出戻りしたら的価値が下がるから、うちやめて他行ってからうちにまた戻るのは絶対禁止やでって念押しされました。とにかくここのグループは的価値をすごく大事にするグループでしたね。多分この動画見てる女の子でこのグループで働いたことある子はちょっと感づいてると思うんですけど、というわけで今回は面接ってどうなのってお話をしました。まあ面接の話ではほとんどないんやけど、関西では有名な宅配グループの面接のお話をしました。それではまた次の動画でお会いしましょう。チャンネル登録と通知のベルマークのオンお願いします。また上がってって。